こんにちは、神崎です。ですね、今日は立功酸と肺の三級糖の話です。あの漢方薬の中でね、保険で出せる蚊の止め、漢方薬です。で、このね、立功酸っていう、やつ、こんな字書くんですよね。で、これ痛み止めです。で、こっち肺の三級糖っていうお薬。これが蚊の止めになります。で、つむらの番号で言ったら110番、こっちで言ったら122番っていう番号になるんだけども、で、このね、立功酸っていうやつは何かっていう、どんなのかっていうと、痛み止めの中でも、とってもね、副作用のなくて、若干弱い痛み止めになります。ただね、このね、立功酸、効く人には効く。そんな感じです。本当に効く人は手術の後の痛み止めとして出しても全然耐えれるぐらいのものなんだけども、8割型の人は効かんかったというのはよく言います。だけどね、高齢者の方とかそういった方に対してはこれ結構効くんで、そういったね、他にね、お薬飲まれてるとか全身疾患を持ってるとかいう方に対してはよく出します。で、この肺の三級糖っていうのは何かっていうと、蚊の止めってさっきちょっと言ったんだけども、全く系統の違う蚊の止めと思ってる。で、産んでるから、例えばね、こういうふうな この根っこの先に膿をためましたっていうのでも結構効くんですよ。で、蚊の止めが効かない、困ったなっていう時にこれをポーンって出したら3日分で効いちゃったとかね、実際あります。ですからね、これよく僕の方は使ってます。で、実際に効果がありますんでね。ただね、やっぱ皆さんからね、もう漢方薬の話するたびに言うんだけども、ごめんなさい、美味しくないからというのは必ずお話しさせてもらいます。皆さん笑ってね、って言ってね、言われますけども、良薬口に逃がしという昔からのことわざある通りですんで、我慢して飲んでください。ということでね、立功酸のお話、肺の三級糖の話でした。それではまた。